ランスのジュシュネ兄弟です。ウェストサイドストーリーです。イサベル・ジュシュネー・ディーン、ポール・ジュシュネーの演技が終わりました。オリンピックを迎えるまでかなり重いプレッシャーがありました。ジュシュネー兄弟です。スタンドは客席は大変な騒ぎ、足踏みが放送席まで伝わってきます。
イサベル・ディシュネー・ディーン、あのサラエボオリンピックの金メダリスト、トービルディング組のクリストファー・ディーンがコーチで、そのディーンと結婚しましたイサベルです。地元のフランスでのオリンピックに向けて大きな期待がかけられましたディシュネー兄弟、それだけに演技が終わってさぞほっとしたことだと思います。あのウエストサイドストーリーのマリアとベルナドの兄弟の役割を表情で演じましたディシュネー兄弟です。逆転優勝の望みはなくなりましたが、銀メダルを確保したいディシュネー兄弟です。動きの速さが特徴です。革新的な演技をするディシュネー兄弟。さあテクニカルメリットです。5.9 が2人です。アーティスティックインプレッション、この時点でディシュネー兄弟2位が確定しました。優勝はクリモア・ポノマレンコ、銀メダルは地元フランスのディシュネー兄弟です。そしてウソワ・ジューリンが第3位になりました。Thank you.